こんにちは、柴田です。はい、ファンコインさんです。どうもよろしくお願いします。ちょっと今回はですね、僕が大ファンの大ファンのファンコインさんにお邪魔させていただいております。いやいや、もうありがとうございます。もう来ていただいてね。いや、面白い、ね、美味しいものもいただいて、ね、食べながらで全然聞きたいものも引かせていただいて、神様みたいな適任でしたね。適任でしたね、はい。もうこの間たまたまね、フェルナンデスの動画上げられて、はい、もうこれは行くしかないと。俺だと俺を釣りに来てると一本釣りに来てるぞというような感じで。いや、でも本当そういうの、そういうの間違いないね。ね、本当にそんな感じになりました。そうやっていろんなものがね、集まってきてるから、面白いよね。いや、ほんと YouTube 面白いですよね、こうやって出会える機会が。あ、確かに、確かに。本当に嬉しいです、僕も。ほんと、もう一個のね、はい、ファンコイジさんの動画で話させていただいてるんですけど、ずーっと、ずーっと初期の頃からの追っかけなんで。いやー、コメントしてたんですよ、気づいてくれなかったですよね。どこで結構してました、昔。例えば、なんかアンチがついに現れたみたいな動画とかもあって、それ結構前だよね。その時からもうロッキーさんからありがとうございますって書いて、ちゃんと返信した頃、はい、返信した頃ね、うん、来た来たと思って。で、2人の出会いとか、はいはいはい、もうそれももうリアルタイムに見てました。へ、渋谷で、あのもぎりのはいはいはい、バンド掲示板で出会ったとか、そういったところから。うわぁ、ほんと初期の視聴者の方ですね。いや、嬉しいですね。本当ですよ。で、今回はですね、はい、私、フェルナンデスフリークのシーバードが、はいはい、これをね、やっぱお二人に弾いていただきたいなと。ほう。チャレンジャーですね。2本、やってきました、はいはい。これはね、絶対に、おぉと。鼻の底から、おぉと。言っていただけるんじゃないかなと。はい。すぐに巻いたら出ちゃいます、ね。巻いたら。これですかね。どれからじゃあ、シャチを、シャチさっき聞きましたね。聞いていただいて、はいはい、で、ちょっと変わったシャチ、USA のシャチがあるんです。え？ USA があるんですか？そうです。フェルナンデスの USA で、逆輸入バージョンのシャチ で、黒いんで、黒船に乗ってきたペリーっていう通称、ペリーって名前がついてる。ペリー？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 来航ですね、来航の。来航か。はい。やってきた、まあ、そいつからちょっと引いていただこうかな。やっぱ海物なんですね、やっぱりフェルナンデスは。そうですね、神経です。重い重い、うん、これ材がメイプルです。あ、オールメイプル。オールメイプルです。じゃあオールメイプルだったら軽いんじゃない？そうない？いや、全然重い。重いんですよ。あ、重いわ。硬さもありますよね、すごい、うん、結構殺せそうな重さだよね。本当だ。仕様はちょっと男らしい感じで、だから一発と、そうですよね、なんかメタリカな感じじゃないですか、これ。ああ、うんうん、そうですね、うん、どっちかっていうとね。え、これなんて書いてあるの、これ。スキュームバグ。キュームバグ。スカムバグ。なんだっけ、バグってことは虫だよね、うん。これ、極悪人っていうことらしいですね。スラングだ。スラングの。これをまずですね、はい、弾いていただきたい。これだからさ、ほんとメイプルってところがして、ちょっとメタル。そうだね、音硬そうだよね。カチカチな感じで。ああ、そうだね。やべ、爪切っとけばよかった。どうすか？いや、すごい、でもなんかね、うん、いいよ。割とストレートのなんか表現をしてくれる。これメタリカ発揮だよ、これ。ああ。いきますか。メタル通ってますもんね、ケンケンさん。メタル、それもでもね、もう指が全く動かないんですよね。はい、指こうなってますけど。あ、ボリュームもないんだ。あ、ボリュームもないんだ。ナイス。あ、ボリュームもないんだ。ナイス。ボリュームないのめっちゃ。これ、男です。あの、ブルマが、これ今ねって言ったら、ね、今のところアップした方がいいですよ。終わった瞬間に。弾がねえってやつでしょ。これだけです、これ一発で。マジか、こう、永遠にこうやっちゃいそう。
いいっすね、いいっすね。ダウンピッキングしんどけど、汗かいちゃおう。いいっすか、サウンド的には。いや、でもなんか気持ちいい音すっきりしてるね。ザクダチュメタルが合いそうっすね、これ。メタルとか歪ませると合う。歪んだ時にさ、あの歪みが散らないんだよね。なんかね、重いから。そうそう、だからなんだろうっけ、ごめん。変なボディなりが薄いからね。そうだよね。弦なりでなんかこう。メタルのギターって結構メイプルなやつ多いよね、ボディが。それか、フロイドが乗ってるから。はいはいはい。ちょっと固めな感じがする。まあ、オールメイプルのスルーネックってなかなか珍しいですよね。スルーネックなんですか。これは。のみそれしかないできないもんね、うん、だと。すげえな、ドストレートな感じ。この音しか出しませんよっていう覚悟を決めたような。これだからメイプルメイプルメイプル、あ、そうです、ね、ウィングでメイプルになってます。一本でメイプルだすごいよ。一本削りたすごい。それはやばい。それなんですが、こういったものもあるんだぞっていうのをちょっと皆さんお二人に見ていただきたくて今回持ってきました。まあアメリカナイズされてるところですよね。そうですね。今でも古いですね。古いやつがめちゃくちゃ高くなってますもんね。ジャパビン系の。ジャパビンでね。メタル時代テンポ早い曲弾いてろって感じ。いや、メタリカいいね、これ。いや、メタリカ合うんじゃない、これ。ヘッドフィード使ってそうだよね。使ってそう。続いてちょっともう一本ですね、はい、こう弾いていただきたいな。これ意外に君弾きたいんじゃない。弾きたかった。これはね、うん、弾きたかったんじゃない。あんまり弾きたくないんだよね。だから、廉価版自体は結構あるじゃん。これ38ですか。これ当時の340の時のものなんで、ちょっと本魔法。あ、弾いちゃった。意外と。さっきのと全然音が違う。うん。あれ忘れちゃってる、やべえ。どうですか、ネックの感じはいかがでしょうか。薄いですね。これ本人が使ってるやつなんですか。そうです、初期のものですね。ヒデさんが最初に使ったチェリーのちょっと V のネックになっていて、高崎明さんのキラーを触った時にこの V のネックいいねっていうので、これ初のヒデさんモデルで V になった。こんなギラギラだったんだ。あ、ヒデさんがもうちょっとプレーンと。そうですよね。ダイレクトスイッチでサスティナのオン、これこっちがオンで、これがひっくり返る。
この半サフィアを使うんですね、はい、これピックアップも本当に本人と全く本人が最初に使ってたものです。へえ。ちょっとボディが若干薄めなんで振動が結構ズンズンやるとこうスルーネックで使えるっていうのがやっぱ特徴的ではありますね。結構きますよね、このボディの方きますね。これがこう刻んでると心地よくてテンションが上がってくっていう。これ当時も受注生産ですか？当時は普通に売ってました。あ、はい、本間法がまだ取れてる時は売ってたんですけど、本間法の問題が起きてから受注に。なるほどね。なんか、なんだろうな、なんかやっぱ尖りが痛い痛い肋骨にもないんだけど肋骨生えてる。なんかいつも当たらないところに当たってるこっちの収まりはいいんだけど、そうだね、こう上がってくるね。なんか、なんかいるなっていう感じなんだ確かにすげえボディ内があるのかな。うん、これがやっぱ廉価版と全然違うところですね。確かにね。これ何年ですか？これが一番最初に出たのは96年に出てます。じゃあ今これ作ろうとしたら結構高いわ本当に ね、 ね、めっちゃ高くなっちゃうね本当に。だって痛そうとか俺覚えてるぞ。おお、相当やってましたねこれはああ惜しい。覚えてる。どうですか24フレットは。いやーこれね慣れないとちょっとあれですね。でもあの曲が弾けるみたいな感じになるわ。弾、うん、きます。ボディのズン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 をちょっと感じていただけたらなと。弾けないよマジで。違和感あるって。ね、抜けよりもどっちかというとズンズンを意識したピックアップでした。なるほど。なるほど。あ、それ半音になってんだ。そうです。この後はイエローハンドが出るんですけど、その時はスーパーディストーションにピックアップが交換されている。え、なんかボディってちっちゃくないですか？え、そんなことない？ちょっと薄く感じますよね。え、なんか最新のサイズは一緒です。っていうか、俺、そうか、モッキンバード持ったことないわ。ちょっと、ここの違和感ない。え、ここの違和感ない。わかんないけど、俺、それよりももっとでかいもんだと思ってた。ああ。もっと巨大かと思ってた。はい。なんかでも、ちょっとちっちゃく感じるよね。感じるかも。そう、シャチがこっちは長いから。でも、黒いモッキンバードとかなんか聞いたことあるけど。なんかスリムになってんのかな。どこのあれかな。あ、そうですね。これがすごく加工が綺麗になってて、なんかちっちゃく感じる。リッチのはもうちょっと厚いんで、もっと見たいです。ここ。あ、そうかそうか。ちょっと V なんだ。あのやっぱさ、ここスルーネックでここ薄いじゃん。うん、なんかよりブワンブワンしてる感じがします、ね。そうですね、うん。さっきのシャチよりも全然きますもんね。同じスルーネックでも。確かにここが本当鎖骨みたいになってて、すごく掘られてるんですよ。深めに掘られてるんで。だからこっちの根元の方からこう、ブワンブワン動くんだろうなぁと思いますよ。知らんか。いや、いいっすね。そこがことないフェルナンデスの音はこいつが肝なんだろうな。うん。
がまあちょっと進化したんで、どんなピックアップでも対応できるようになったっていう感じなんですけど、当時はまだ限られたピックアップで、トップトレーニャーが来てないでしょ。X? あ、これが、このギターが。いやでもファンはいるからね。ファンはいてても見たことはないよ、うん、店頭ではなかなかやっぱ地方では見ないですよ ね、うん、別に俺ずっとトップトレーニャーじゃないけどいやでも高校の時とかの話よ。あー確かに。高校の時ってどういうギター並んでました？お店に。僕の時は97年とかなんで。8年ですよね。でもこれ並んでました、やっぱり。ああ、ね、そうなんですね。あ、そうだ、14万ぐらいのやつが。はい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 、はい、確かにあって、うわボルトモンの。やっぱギブソンの方が多かったですか、時代的に。多かったですよね。え、ギブソンなんであったの？ギブソンはね、1本2本めっちゃえギブソン系かなと思って。あ、ギブソン系ね。はい、これでちょっと締めさせていただきます、はい、今日はファンクおじさんにお邪魔しました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。